はい、すいすいプロジェクトのちんです。今日は脊髄損傷の目に見えない症状、こちらについてお話をしていきたいと思います。特に代表されるのが排泄障害ですね。僕らはね、当然歩けないので車椅子に乗っているんですけども、実はね、この歩けないとか足が動かないって社会復帰する上ではそこまで問題じゃないんですよね。で、実はそれよりも問題になってくるのがこの排泄障害です。皆さんね、ぜひ想像してほしいんですけども、いつ便や尿が漏れるかわからない、そんな恐怖を抱えながら日々の生活を送るっていうのはどれだけ怖いかわかりますよね。例えば学校にいるとき、仕事をしているとき、あるいは好きな誰かとデートをしているとき、そんなときにもし漏れてしまったらって考えると、もう恐ろしくて仕方がありません。このように脊髄を損傷すると歩けない、手が動かない、そういった目に見えるものだけではなくて、排泄障害に代表されるような目に見えない障害、これも大きな問題になってきます。ということで、今日の動画では僕らの抱えているこの目に見えない障害について皆さんに知っていただきたいと思います。では行きましょう。スイスイプロジェクト。はい、実はね、先日ツイッターでこの排泄障害についてつぶやいたんですけども、思った以上にね、反響があったので、今日はこの動画を通じて深掘りをしていきたいと思います。今日はね、大きく排泄障害、起立性低血圧、そして体温調節障害、この3つの症状について紹介をしていきたいと思います。ではまず排泄障害ですね。こちらは別名、人間の尊厳を奪う障害というふうにも呼ばれています。あれね、ドラマのパーフェクトワールドで、少し取り上げられているので、あ、こんな症状があるんだというふうに知った方も多いと思います。簡単に言うと、まあ便であったりとか尿、これが溜まってきた感覚がわからないっていうのと、あと自力で排泄ができなくなるといった2つの症状があります。まあ皆さん普通の生活の中で、あ、便が溜まってきたなってなると、トイレに行って排泄をしますよね。まあ尿に関しても同じだと思います。僕らはこの感覚と力を失うわけです。なぜそういうことが起こるかというと、まあ要は脳と体をつないでいるこの脊髄に傷が入ってるからなんですね。よし、便を出そうと脳が指令を送っても、ここで途切れてしまいますし、反対に便が溜まってきたよっていう情報が脳に伝わる前にここで途切れてしまうので、まあそういった症状が出てくるわけです。僕もそうなんですけども、まあ外出中に漏れてしまって、急にね、予定をキャンセルする、ドタキャンするっていう経験は、おそらく脊髄損傷の方だとほとんどの方が経験あるんじゃないでしょうか。まあね、口で言うと簡単に聞こえるかもしれないんですけども、まあ最初の僕のショックだった出来事っていうのは、実は入院中のことになります。まあ怪我して多分2週間後ぐらいのことですね。まあ病室にいる時にね、担当の看護師さんが、まあ、僕の隣にいた母親に対して、まあ、おむつを買ってきてくださいというふうに言ったわけなんです。まあ最初はね、脊髄を損傷して体を麻痺してるから、体が治るまではこれはおむつをつけないといけないんだなとは思ってたんですよ。ただまあ日が経つにつれても、その症状は改善されないし、ある日友達がお見舞いに来てくれたんですけども、まあその時に、なんか匂うよねっていうような会話になったんですよ。まあこれ僕が言ったんですけども、でもよくよく考えてみると、実は漏れてるのは自分だったんですよね。なので看護師さんに来てもらって、あ、じゃあちょっと確認しましょうねって言われて、まあ開けて見てみると、まあ漏れてたわけなんですよね。でこれって、まあ言ってみたら赤ちゃんと同じような状態ですよね。で赤ちゃんの場合であれば、あー出たねーで終わると思うんですけど、まあ19歳のね、大きな男性が、まあ便を漏らしてしまって、それを友達とか看護師さん、そして家族の前で、自覚するっていう、この恥ずかしさと、あとなんだろう、情けなさ、その感情が入り混じったような、何とも言えない心境が、まあ、僕の初めてのこの排泄障害に関するショックな出来事でした。で今では僕の場合は、まあトイレに行ってね、きちんと排泄はしてるんですが、最初の頃はまだ車椅子に座ることもできなかったので、当然なんだろう、シャワーキャリーであったりとか便座に座るということはできませんでした。なので入院中っていうのは、ベッドの上で座薬を使って、かつ適便って言って、
看護師さんにね、まあ、指を突っ込まれて、で便をかき出すっていう状態で排便をしてたんですよ。でもこの状態ってもうもはや人として扱われてないような状況じゃないですか。まあ、その時をね、もう心がズタズタになったっていうのを今でも覚えています。じゃあ今はどういうふうに排便をしてるかというと、週に2回時間を決めて、僕の場合はグリセリン環状液を使って排便をしています。この排泄障害に関してもやっぱ度合いっていうのが人それぞれ違うんですよね。ただ症状の重い人、特にね便秘がきつい人なんかは結構刺激の強い下剤を使うことになるんですよね。で僕の友達にもいるんですけども、この下剤を使うと、まあ、前日に服用して、まあ、翌日に出すんですけども、いつ出てくるかが読めないっていう問題があるんですよね。なので排便をする日は一歩たりとも外に出ることはできません。平気でね、まあ、2時間も3時間も、まあ、トイレにこもるっていうこともありますし、トイレが終わった後ももしかしたらまた漏れるかもしれない、そんな恐怖を感じることになるので、とてもじゃないですけども外出というのはできません。休日何をしてるんですか、一日中トイレにこもってますっていう方もいることをぜひ知ってください。まあこういうふうに特に排便に関しては、まあ、外に出るっていうことにも関わってくるので、本当に重症な方っていうのは人工肛門を増設する、いわゆるストーマですねを作る人もいます。これはですね、まあ、お腹ですね、お腹にまあ簡単に言うと肛門を作ります。でそこから排出をします。まあ、言葉にするとすごいことを言ってるんですが、これはね、まあ、慣れてくると、まあ、人によってはかなり安心感が得られるということから、まあ、ストーマにしてよかったっていう方も、まあ、少なからずいるのは実態です、ね、例えば友達と外食を行ってる時に、あ、お腹を下すかもしれないから、なんか油っぽいものはやめておこうとか、刺激物はやめておこう、そういった心配もなくなるので、まあ、そういった意味ではね、生活の質はかなり向上するかもしれません。で、これに関連して皆さんこのマークご存知ですか？よく多目的トイレに書いてあるんですけども、これオストメイト機能があるっていうことを示しています。で、このオストメイト機能っていうのは、まあ、要はシャワーとかがついてるんですけども、実はこの人工肛門をつけてる人がね、このオストメイトを利用しています。なので、まあ、こういったね、障害を持ってる人の中には本当に多目的トイレでないと排泄ができないっていう人がいるということをぜひ知ってください。でもし健常者の方は一般のトイレでね、可能なのであればできるだけ多目的トイレは使わずに、そちらを使っていただけると嬉しいです。そして尿に関しても便と同じような症状が出てきます。要はおしっこが溜まったことがわからない、あとそれを自力排尿できないということですね。ただこの尿に関しては便ほどは、まあ、生活する上で深刻ではないですね。というのも、まあ、自力で排尿できないんですが、僕らは、まあ、カテーテルといったこういった管をね使って排尿します。まあ、要は尿道からこのカテーテルを入れて膀胱まで入れると、まあ、尿を排出することができます。まあ、これだけ聞くとね、痛いって思う人もいるかもしれないんですが、そこは僕ら感覚がないので、まあ、特に痛みを感じることもなく導尿することができています。ただ問題になるのが、体の中に異物を入れるので当然尿路感染症を起こしやすくなります。なのでそれを防ぐためにも、まあ、1日の中でね2リットル近く水分を取ることが推奨されてるんですが、当然水分をたくさん取るとその分トイレに行く、つまり導尿する回数が増えるので、まあ、その時間はね、まあ、どうしても強制的に奪われてしまうといったことがあります。まあ、あと脊髄損傷の中でも頸髄損傷、首ですねの方は過活動膀胱といって、一定量溜まると、まあ、漏れるというような反射が出ることがあります。まあ、僕もそうですね。まあ、こちらは薬でコントロールするか、まあ、あと尿取りパッドをつけていれば、まあ、特に何だろう、汚してしまうというような心配はないので、まあ、便に比べると生活における何だろう、制限というのは少ないですね。まあ、こういった風に僕らは排泄、特に人の、ね、尊厳に関わるところについて、まあ、外から見えない障害を持っているということをまず知っていただければと思います。2つ目の目に見えない障害というのが起立性低血圧です。まあ、正式には起立性調節障害っていうふうに言うんですけども、まあ分かりやすく言うと低血圧による立ちくらみですね。まあ立てないんですけどね。この症状は胸椎の5番、ここですね、ここから上を損傷している方に出てくる症状です。
胸椎の5番から上を損傷すると自律神経の中でも交感神経に影響が出るので、まあ、例えば血管をね収縮する力が弱くなって全身に血液を送るという力が弱くなります。また僕らは足の筋肉が動いていないので、まあ要は足先に行った血液をね、まあ、心臓に戻すっていうのが一般の人より難しいです。なので例えば寝てる状態から座った状態になると足先に行った血液が体の上に戻ってこないので、まあ、脳に血液が行き渡らず軽い貧血、立ちくらみのようなことになります。まあ、軽い立ちくらみとは言ったんですけども、ひどい場合だとね失神します。例えば僕入院中の初期の頃は本当にこの起立性低血圧がひどくて、ベッドで寝ている時に、まあ、電動ベッドなんでねリクライニング頭を少し起こすじゃないですか。これがね5センチも起こすと失神してました。それぐらいひどかったです。まあ今ではねもうこの起立性低血圧がほとんど出ることはないんですが、僕と同じぐらいの受傷年数の方ってもう未だにねまあちょっと血圧が下がってしんどいみたいな状態になる方はいらっしゃいます。まあ、これもねなかなか外から見てもわからない症状なので、もしよければ知っておいてください。最後3つ目が体温調節障害ですね。実は脊髄、まあ、頸髄ですね、頸髄を損傷すると汗をかくことができません。で、人の体というのは体温を一定に保つために自律神経が働いてるんですけども、例えば皆さん、まあ、真夏ね外に行くと暑いと汗をかきますよね。あれは暑さによって上昇した体温を汗によって冷やすことで体の体温を一定に保っています。しかし僕らは汗をかくことができないので、夏場ね外に行くとぐん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 体温が上がってきます。で、それを下げることができないので、1時間もね炎天下にいるとすぐに体温が39度ぐらいまで上がりますね。で、当然そのまま放っておくと40度、41度と上がって、まあ、熱中症になって最悪の場合命を落とすこともあります。まあ今5月の末ですけども、これから梅雨になって夏場になってくると、まあ、僕ら頸椎損傷の人間にとっては辛い時期がやってきますね。まあ、具体的にどういうふうに対処してるかっていうと、例えば外にいる時なんかは霧吹きを顔であったりとか腕にかけて、それを汗の代わりにして体を冷やすようにしています。あとはね、保冷剤のようなものをね、例えば頸動脈であったりとか脇の下に冷やすことによって体温を下げるように頑張っています。ただね、これもぶっちゃけそこまで効果はないので、まあ外に行ってね体温上がってしまったら家に帰ってクーラーをガンガンにして体を少し濡らして扇風機をつけて体を冷やすようにしています。僕らはねそういう風にしていないととてもじゃないけど体温も保つことはできません。まあでも先ほどの起立性低血圧とこの体温調節障害については、まあ、自分の努力次第でね、まあ、ある程度コントロールはできるので、排泄障害に比べると、まあ、そこまでね生活の支障は高くはありません。なのでやはり僕らにとって問題になってくるのは人間の尊厳にも関わってくるこの排泄障害なんですね。で、当然これは男性だけでなく女性にも発症する症状です。ぜひね多くの方に知っていただいてより理解が得られればいいかなというふうに思っています。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね目に見えない障害ということで排泄障害、起立性低血圧、そして体温調節障害をご紹介させていただきました。ドラマのねパーフェクトワールドを通じて例えば排泄障害なんかを知った方っていうのは少しずつ増えてきていると思います。でもどうしてもこの目に見えない障害っていうのは周りからね理解してもらうまではかなり時間がかかるというのが実情だと思っています。そういった意味もあって僕のような当事者がこうやって動画を通じて多くの方に知っていく、そういった発信活動をすることはとても大事なことじゃないかなというふうに思っています。この動画を通じて一人でも多くの方に僕らの悩んでいること、抱えていることについて知っていただけたらとても嬉しいです。ということで今日はこの辺りで終わりにしようと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チンでした。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは車椅子ユーザーのリアルについて赤裸々に発信していますので、車椅子ユーザーの方もそうでない方もぜひチャンネル登録をお願いします。
またツイッターなど SNS でも情報を発信していますので、ぜひそちらもフォローしてください。ではまたお会いしましょう。Halfway home, halfway home.